次の最後のテーマになります。はい、お二人の大学時代のお話、フリートークでお伺いしていったら、はい、違う大学同士のお二人が。あ、だからさ、ああいうの聞きたいね。今みんなさ、なんかさ、まあ一応俺のチャンネルだからさ、なんか大学時代の鈴木純はこんなんだったみたいな、なんかここがすごかったみたいな聞いてるじゃん。はい。他の大学だからより聞きたいかも。ああ、なるほど。対戦相手としてどう思ってたのかとか。そうですね、東海学園は、はい、皆さんは、東海学園大学の皆さんは、この中京大学の鈴木純をどう見ていたのかっていうところですよね。はい、多分目立ってたと思うんですよ。その、はい、市船で優勝した人が、こう、まあ、中京大学で、でも武田選手と2歳違うということで、はい、鈴木純さんはもうその時3年生で主力じゃないですか、チームの。はい、当然こう、対戦相手としては、マークしなきゃいけない存在だったと思うんですよね。はい、うん、どうだったんですか、実際は、東海学園が大学の皆さんは、鈴木純さんについて、はい、なんかどんな話が出てるの？どんな話っていうか、まあ、自分が思ってたのは、まあ、純くんのとこで、まあ、はめれないんで。だから、まあ、攻撃は純くんとこから始まるみたいな感じでしたね。前にボール運べるし、ポゼッションできるし、みたいな。で、対人も強い。うん。どうすんのみたいな。誰かがそこをやっても抑えに行かなきゃいけないですよね。だけどだからそこを別のとこで取ろうみたいな。確かにそんな感じはちょっとあったかもしれんわ。え、安原さんとかさ、なんか言うの試合の時。まあでも、いやでもそんな細かい指示はここ狙いとかは別にそんな言わないですよ、安原さん。言わないよね、絶対、安原さんは。はい、まあ、自分らのサッカーしようみたいな感じなんで、安原さんは。まあ、でも、中京のことは、能力高い選手は揃ってるって、ずっと言ってました。まあでも、違うもんね、東学とさ、中京とね、タイプが。もう、圧倒的に足元の技術じゃん、東学は。そうですね。で俺らはまあ結局能力サッカーみたいな感じだったじゃん。中京なんかあったんすか、決まり事みたいな。決まり事？特にないよ。やっぱないんすか。もう自由にやっとった俺は。まあまあ確かに。だから俺がめっちゃ印象残ってるのは、純くんが3年の時かな。うん。で俺1年じゃないですか。うん。で、純くん先輩おるじゃないですか、俺。ああ先輩にめちゃめちゃ言ってたのがめっちゃ俺印象残ってるっす。やっぱりそうなんですか。あの人怖えみたいになってたっすもん俺。すみません、武田選手覚えてる範囲でいいんで、どんな感じにどんなこと言ってたか覚えてます？いやもうなんかお前やる気ねえならみたいな感じじゃないですか。お前やれよみたいな。あ、まあ確かに言ってたかも。ですよね。うん。でもまあ自分とかには優しかったですけど。うん、タクマとかは俺あんまなんか言ったことないかも俺。一緒にプレーした時も選抜の時とかも。多分優しく見守ってくれてた。うん。でも武田選手はそのやっぱ映像ね、その見た映像が頭に残ってるわけですよね。だけど。そうですね。そこは結構残ってるっす。それがいつ自分にこう降り注ぐのかみたいなね、心配も多少はあったんじゃないですか。いやでもそんな感じはなかったっす、自分には。お、選抜でも一緒のサイド組んでたっすけど、結構なんか自分の味方してくれるみたいな、感じだったっす、純くんは。さすが鈴木純に認められた男ですね、武田選手は。いやいや、なんか選抜の時もなんかチームでみんな固まって飯行くのに、俺純くんと一緒にいました。純くんとなんか飯行ったりしてました。確かにね、ハヤトとタクマと一緒にいたね。
3人で。面白い。チームじゃないの。じゃあ俺さ、めっちゃ印象に残ってるのがさ、東学の試合で。はい。俺が多分4年の時かな。はいはい。にさ、岐阜フットボールセンターあるじゃん。あの、岐阜のさ、はい、なんかさ、上にさ、電線みたいなのあるところ。ああ、はい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 。あそこなんかグランドでさ、なんかトレーラーが。ああ、そう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 。一回 SNS でちょっと上がってたやつ。はいはいはい。あそこのグランドで試合したときにさ、はい、あの、何対何か忘れたけど、はい、なんか、シチ右サイドでやってたじゃん。はいはいはい、いつも、うん、でもさ俺らの試合の時最初5分ぐらいはさ右サイドいたよ、はい、そ、はい、いつの間にか左サイドいたよね。嫌がってたんじゃないですか。でなんか右サイド誰もいないみたいな、はいはいはい、っていうのがあって、はい、で後ろが確か右サイドバックね、ゴーとかだったかな、亀沢、あ、はいはいはい、とかで、うん、なんかそんな印象あったかな。で、左サイドのやつがこっちに来たような気がする。左サイド誰の？誰が出とったか覚えてねえもん、俺。俺が2年の時っすもんね。だから、タクマはもう完全シャドウとかそっち系だったじゃん。そうっすね、トップ下。真ん中の方。あ、もっちゃんじゃないですか。あー、もっちゃんかもしれん。そんな感じするわ。うん。だそれがめっちゃね、印象的だった、東学の試合。であとね、タクマにね、試合中ね、話しかけてもね、こいつ全然喋ってくんねえよ。ね。どんなふうに喋るの？めっちゃこいつ試合中集中してるからさ、はい、なんかタクマに近く行ってさ、なんかちょっとちゃちゃ入れんの俺は。おーみたいな。お前もっと仕掛けろだとか言って、試合中行ったら全然こいつ喋んないから、ずっと無視してんの。はい。いや、無視してますよ、俺。無視っていうかなんか聞こえてんでしょ、苦笑いでなんかみたいな。一応聞こえてはいる、うん、いや聞こえてるっすよ。すぐ隣まで行って話してた。もっとも仕掛けろよっつって。ゆきさんそれ何ですか、なんかそうやって仕向けて、そなんかたくまさんにそうですよ、仕向けてどっかでこうちょっ と止めようっていうか。いや別に仕向けてないよ、だってもっと仕掛けりゃいいのにって思ってたから。あ、本当にそう思ってたんですね。もっと仕掛けなよって。だって東亜でさ、そのなんか点取れそうなやつっていうのがあんまいなかったんだよね。みんなうまいんだよ。でみんなうまいし、そのなんかこうなんていうのかな、部分部分は崩せるんだよ、うん、でもなんか点取れるやつっていうのがあんまいなくて、うん、で前一番前に畑ってやつがいて、俺の一個下、うん、ね、そいつもなんかなんていうんだろうな、普通のシュートは決めれないけど、なんか逆に難しいのはたまに決めちゃうみたいな感じのタイプだったよね。で、まあ、タクマはさ、なんかコンスタントに、まあ、普通に、もう常にいいプレーできるみたいな。うん、で、まあ、タクマはもう、なんていうの、細かいところが、細かいところでも、なんかパッて前向けてみたいな、なんか仕掛けながら崩せるみたいな選手だったわけ。だから俺はもっと仕掛けてきたり、なんかもうもっと前向いてプレーした方が怖かったから、うん、もっと仕掛けるだとかって言ってたのに、なんかハハハって笑ってた、ずっと。竹田選手、それどういうことなんですか、どういう。いやいや、そんな、まあ言うたら相手じゃないですか。はい。真に受けないですよ。やっぱさ、試合中喋りかけるの嫌な。いや別に嫌じゃないです。まあ東海みんななんかそんな感じだもんね。うん、結構なんかヘラヘラしてるっすよね。そうそうそう、俺とかめっちゃヘラヘラしてたじゃん試合中。まあいやでも厳しいとこはめちゃめちゃ厳しいっすよ。いやバカ言ってたよマジで。だけどね、そこはこれ本当なんですけど、すごい言ってたっていうのは鈴木さんが。いや本当っすよ。そうなんですね、やっぱり。でも試合中ずっとなんか言ってたよ、味方に。恐れられてたっすよ、多分。うん。え、こういうの見て、なんか、あの、東海学園では、なんかこう、噂になんないんですか？なんか、あの人、すごいうるさいんだけどとか。うん、まあ、どうなんですかね。まあ、でも、東海学園はそういう感じの人
いないっすよ。いないんで、うん、なんか崩れるときはほんまに崩れるみたいな。いや確かに本当にね、そのイメージはある。なんかそういう、淳くんみたいな人が一人追ってくれたら、閉まるしっていうところはあるんですけど。なんかさ、東学の子たちってみんななんか淡々とやるよね。うん、もうなんかもう、淡々と、なんか黙々とやるみたいな感じ。安原さんがそういう、あれっすね。もう本当に人のこと、人のこといいからみたいな。うん、自分のことやれみたいな、自分のことやれみたいな感じの人だったんで、うん、なるほどね、はい、